試合の結果をお知らせします。先ほど第14ラウンドで行われました個人代表女子ダブルス試合番号46番南北海道桑の森三愛高校伊藤香織安藤恵美組と栃木県作新学院高校大吾若田代愛組の試合は栃木県作新学院高校大吾若田代愛組が2対1で勝ちました。Thank you.
藤井春馬、室川ゆめこの一戦は、北北海道、旭川実業高校、藤井春馬、室川ゆめこの一戦は、2対1で勝ちました。
作新学院高校大関には海老原しおり君と愛媛県新田高校蓮沼咲原田のぞかけの試合は栃木県作新学院高校大関には海老原しおり君が2対0で勝ちました。試合のご案内をします。
合番号72番栃木県作新学院高校大吾和田田代愛犬の岡山県倉敷中央高校加山美穂武田稲美の試合を第6コートで行います。
淀千春佐藤凪組が2対0